まあいろいろな条件があるからそのこの建物はもだけ見てそのいくらですよってもなかなか言いにくいんです聞いていただくっていうのも必要だと思うんですが、はい、そこでなんかよく坪単価っていう話を聞きますよね、はい、家を建てる時の目安みたいなものですかね、えーえー、その坪単価っていうのがなかなかこう難しいというか、はい、まあさっき言ったように。 建てる土地の条件によっても人が住めるようになるまでの金額って違ってくるんですよ。だけど壺単価っていう話をすると、そういったそのなんか水道の引き込み工事とかえっと電気の引き込み工事とかってまず入ってないことが多いんです。ああなるほど。それにははい含まれてない。それはえっと含んで言ってる会社もあるし含んで言ってない会社もあるんですよ。そうなんですか。<っ>すごい曖昧な。 あ、曖昧な壺単価は何を入れて、何は、えー。どこまで入れなきゃいけないとかっていう基準も何もないんですよ。あそういうもんなんですか、ね。そういうもんなんですよ。<ー>だから、こっちの会社壺単価五十万円です。はい、こっちの壺会社壺単価百万円ですって。言ってたとすいますよね。うん、そしたら、前も違うから。全然違うと思うじゃないですか。はい、だけど、実際に百万円の会社と五十万円の会社。で、うん、た、あの立てて、あの滑るようになって、最終的に支払う金額。うん、どっちも。 ほぼ一緒だったりすることって、<laughs> よくあるんです。じゃあ、あ、坪単価っていうものに対して、別にあの、なんか。そういう基準があるわけではなくて。ね、それだけを見ちゃうっていうのは、じゃ、全然ダメってことですかね。ですよね。で、そうなると、じゃ、その。高い回収、高いお店なのか、うん、安いお店なのかの判断が全然つかないですよね。そうですね。 難しいですよねこれを我々もどうやって説明していったらいいのか難しいですよね、うん、家って値段の先に決めてしまってどれぐらい借りれるかで決まっててでこれぐらいの家っていうふうに探さなきゃいけないと思うんですけれどもそうですよねそのまあ土地と資金の話で大体そのえ総額いくらっていう目標が決まりますよね。うん そしたら土地がいくらだからじゃあ建て物いくらぐらいっていうのが決まってくるので、うん、まあ最初にその最初の段階総額いくらぐらいっていうやっぱことで進めていくわけですから、うん、そこで例えば坪単価の話で進めていくと「坪、うん、単価50万円です60万円です」って言って聞いてね、うん、始めていくじゃないですか。 そ,のまあ、それで30坪坪単価60万円だから1,800万円2,000、はい、万円ぐらいあれば十分だよねってイメージして進めても3,000万円です、はい、3,500万円ですっていうことが最終的な金額になるってことが本当によくあるので、はい、よくあるよくあるっていうかまあ、まあ、ほ,ほとんどそういう感じっていいですか、ねね 2, 借りるって決めて2,000万円で買おうって思っててもじゃあ最終的に3,500万円ですとか言われてそこまで話にならなくなるなじゃないですか。うん、その総額っ、えーまあ、て,てる金額がいくらなんですよっていうに、うん、あの言ってもらう方が工務店としてはいいですし、うん、逆にお客さんの山崎さんの方からしてみたら、うん、目安はあるけども。うん 自分の手の内をあんまり明かすというよりはなるべく安く建てたいわけでしょうからザックマンに聞いてもらえれば例えばその完成見学会とかの家、うん、この家はいくらなんですかってその直接そこで聞いていただければ。うん 小さな声でお答えすることできると思うんですよ <laughs>。あの、まあ、ほに人がいたとしたらね、小さな声で、まあ、ほに。あの、山崎さんだけの場合だったら <laughs>、あれですけど <laughs>。なので、そういうので、やっぱ聞いて。言ってもらうしかないのかなって思います。じゃ、あ金額とか値段。の情報も、そういう。 見学会みたいなところから得ていくっていうのが、まあ王道といえば王道。王道っていうか、その具体的には、そこでしか知ることがなかなかできないんですよね。ただ、設計事務所はすごい高いですよっていう話をしたじゃないですか。まあ、それは、まずそうなんです。あの、一番高いと思ってください。<laughs> で、えっと、ハウスメーカーっていうのは。 えとまあ、すごい高いとこもあるし、まあ、ローコストを謳ってるとこもあったりするのでそこはいろいろ差があるんですよ。工、まあ、務店ももちろん高いとこ安いとこいろいろあるんですけど工務店とハウスメーカーだったら、まあ、同じような例えば完成した家があったとしたらどっちが高いか安いかでいったら、まあ、公務店の方が安いんですよハウスメーカーは住宅展示のコストとかあと、まあ、営業マンがたくさんいるからその営業マンのコストとか CM とか。 こう、まあ、宣伝費とか、本来の、その、家に建てる材料というか、料理の材料。以上に、いろんなコストがいっぱいかかっているんですよ。まあ、工務店は、割と、その、イ自体にかける費用が多いというか。その、それ以外の、コストが、あの、少ない。もちろん、その、営業マン抱えている、工務店もあるし。いや、この、親方だけでやってる、工務店もあるし。 それはいろいろなんです。まあ、うん、そこは、えっ、ー、と、その工務店によっていろいろなんですけど。大概、その、あの、ハウスメーカーよりは工務店の方が、そういった経費が少ないので、工務店の方が安いです。あのハウスメーカーの特徴としては、やっぱり多少コストが高いっていうところもあるっていうことなんですね。工務店に比べれば。えーえー、なるほど、そうなんですね。えー、なんとなく、この三つの違いが分かってきました。はい。はい ハウスメーカーとホーム店でハウスメーカーの方を選ぶメリットっていうのは何があるんですか？それはやっぱ安心感じゃないですかね。うん、あの間違いなく美味しいものが食べれるじゃないですか。うんはい、あのオメガリエストんであれば、はい、その安心感ですよね。あの知れたハウスメーカーであればあのあんまりひどい目に遭う気がしないじゃないですか。でその安心感とあともう一つはその 手取り足取りこうえっとメニューが決まっていて、うん、で例えば資金計画土地のことあの税金のこととか、うん、全部その面倒見てくれるご自身であまり考えなくてもやってもらえる、うん、まあ可能性が高いそれが工務店だからそういうことはやってもらえないっていうわけではなくてそういうとこ得意な工務店もあるしうちなんかそういうの得意じゃないので建物 とか設備とか住宅本体に関しては一生懸命やりますけど銀行の資金のこととかえとまあ税金のこととかもちろんアドバイスはしますけどなんか実際にやってもらうのはやっぱ本人さんじゃないですか本人じゃなきゃ一番この自分事として一番メリットがあるというか有利なことっていうのは本人じゃなかったらこう導き出せないということもあるので。 ハウスメーカーだと何でもやってもらえるんだけども、はい、それが山崎さんにとって一番、はい、あの得なことなのか、はい、いいことなのかは、まあ、ちょっと別の話ではありますよね。はい、なるほどということはやっぱり多少自分でも頭を使って勉強してこういうことなんだっていう分かってればやっぱり工務店さんに頼むのが一番 分かっってていれば、そうでです。分かほしんの家建てるって、はい、あのすごく一い,いじゃなのでそれを何かもう、ま、忙しいのも皆さん分かる,分かるけども,、うん、もうお任せしちゃうよりは、うんまあ、ご自身でいやの一生懸命考えて勉強して、うん、えとこういうものこういう家にしたいとかっていうのをやっぱり持ってもらった方がいい家に絶対なりますよそれは。うんうんうん <laughs> こういう家が建てたいんだって、ね、そう、やっぱり自分で決めて。ね、で、その家に合いそうな、その工務店さんを、いろいろ。見て回って、決めていくっていうのが一番、あの。いいっていうことですね。すすねはい。まずは、ホームページを見て、はい、で、あの見学会とかの情報。 だったらそこ行ってみてとかあまあ,いあのその前に、まあ、その会社に行ってみて話を聞いてみるとかいろんなこうだんだんこう段階を踏んで知識というかその会社はどう,どうなのかっていうのをこう探っていくっていうことはした方がきっといいと思うんですよね。